しもし。もしもし。今ブロードウェイにいらっしゃるということで。そうなんです。はい。すごいですね。引っ張りだこで。はい。なるほど。今ですね、実はちょっとブロードウェイからは近くないんですけれども、はい。セイヤの15周年大感謝祭来ちゃっていいと思うっていうちょっとイベントやっておりまして、あ、はいはい、知ってます。あ、はい。そちらの方にちょっとだけでもいいんで寄っていただけないかなと思いまして、じゃあ、はい、ちょっと自家用ジェットで飛ばします。飛ばします。はい、みんな笑ってくれてます。一応ありがとうございます。よかったね。はい、じゃあそれではいきますよ。今から来てくれるかな。いいかも。昔は乙女、今は太め、せいやの初代リーダーの広瀬すずです。最近の悩みは朝5時に目覚めてしまうこと。不思議です、まだ21歳なのに。皆さん、せっちゃんと呼んでください。はい、はい、これでノリノリでマイクを握れます。この度のメモリーズ、せいやの歴史を少しだけ入りつまって踊ります。30代前後から60代、膝の痛みと戦いながら、老体は気持ちだけ10代で、動きはかも止まるほどですが、昔起こった記録を思い出し、全く覚えてない自分との戦いに挑みました。笑顔を振りまいて踊りたいと思います。最初の曲は、龍騎いざない、2007年から2年間踊りました。当時から踊っているメンバーで踊ります。それでは、舞妓伊作さんに。はい、これから踊ります曲、龍騎いざないという曲ですが、地元鹿沼から霊兵士街道を抜け、世界遺産日光、いろは坂を登り、大自然広がる中禅寺、千丈ヶ原への道を表現したものです。皆さん、ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちはやぶ、神を感じ、どうって思うじゃ食べれない、信じるなりそう、ここ、せい、輝ける家庭なんです。表紙にがんなり響き、泣き人の色はすなわち、どんなことも色前に
後ろにいる。